今回私が紹介する選手は背番号10番濱田遥選手です。はい、一致一回座りましょうか。皆さんと顔が似てると間違えられます。言われるやん。はい、おばあちゃん自分のおばあちゃんいつもハカさんと間違えてお話をしてくるので、まあ自分としては嬉しいことです。多分どっち映ってるか分かってないよ。でもちっちゃい方か大きい方か、ちっちゃい方が一です。おばあちゃんおばあちゃんよく、はい、三橋選手と遠出をしていますが、はい、今までどこに行きましたか。今まで、まあ、日本の3分の1は回りました。はい、はい、北海道。はい、しょうもない。ちょっと視聴者の皆さん、視聴者通りました。はい、はい、鳴門海峡。はい、宮城選手が運転してて私は隣で死ぬかと思いました。ハカさんは、はい、まず守備ではいつも献身的にボール殺した献身的にボールを追ってくれるのでとてもディフェンスとしては助かります。ありがとうございます。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。あと裏のボールも全部走ってくれるし、ちょっとボールがずれても胸トラップとかしてくれるし、あとこういう柿谷トラップっていうんですけど、もうさ見えてないから変えるというっていうね、あの柿谷トラップがすごい上手で、いつも自分がミスした時にこうポジティブな声かけをいつもしてくれるから、こう自分的にもありがとうございます。いや一応いつもなヘディングとかができないレタスのちぎり具合がすっごい上手と、あ、生まれ持ったこのサイズ、はい、これが今良かったんでしょ。あの何でも聞いてください。サラダのことならサラダならね、もうサラダなら浜田遥です、ね、あとピクルスじゃなくてなんだっけ、あのあれよ、パンを焼くやつ、クルトン。そう、クルトンも自分で作るんですよ。一回だけな、一回だけ、あの時だけ忘れてでもすごく美味しかったです。また作るな。はい、あとクッキーも作ってください。クッキーな、そやな、うん、めっちゃ美味しかった。あれな、作るだな、うん、次回私が挑戦挑戦する選手も紹介ですね。ドゥルル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